今日で健全府警さんの勤務は終了や。一日府警さんでした。次はどんなんで行こうかな。視聴者さんの望むスタイルで行きましょう。そうしてあげたいのは海なんやけど、山々それをやってしまうとうちら広告つかんくなるねん。気持ちいいよ。まあええか。ええのか。なぜかというと今回シャワーシーンありますからね。広告捨てて強気で行きましょう。さすがあかねちゃん。そういやコメントでマキマキは水着にならんのって来てたな。今回広告なしで行くなら水着になろうか。ほれ。というわけです。この人は広告をそぎ落とす危険な水着を着てるんです。だから普段水着姿にならんのじゃなくってなれないんですよ。けしからん。人のこと言えないでしょうが。このうちちでかちちめえ。ちっちちっちうるせえ。というわけで今回こんな感じになりました。一体どういうわけなんですか。この通りです。はい、了解しました。このシリーズではスカート履くの初じゃない。そうですよ、スカートは危険なんです。このゲームの動画出してる人普通に下着姿のジュディさんで走り回ってたりするのに広告ついてるけどね。それ見て真似するやん。そしたらうちらの動画だけ制限されるんよ。あ、この世界ってそういうもんなのか。衣装チェンジ後の序盤ムービーです。ご覧ください。2033年4月8日，夜里1:10，这里是隶属于 X 基因科技的第七生化研究所。根据物流记录显示，这里是引发 Z 型传染病的药剂样品发货地。现在，这里是一片狼藉，人员应该已经全部撤离了。但愿我能找到一些线索。什么声音？最初からまた無傷でここまで来たで。どうせ扉にやられてるよ。無傷ですって、ほんまですから。さて、前回シャワールームを目指してたわけですが、ゾンビがガスボンベでも叩いたのか、爆破によってシャワールームへのルートがこちらからに変更されます。今回、赤髪の女吸血鬼みたいな感じにしてみましたがいかがですか？私は好きです。赤と黒の組み合わせはいいよね。このゲームのスカート、ジャンプとかしまくってたらたまに、めくれ上がって腰あたりに張り付いたままになります。それほぼパンツじゃん。話のわかるスカートでよかったよ。お邪魔します。ああ、前回すぐ倒されちゃったよ。ガンマが気持ちいい。雰囲気の割に全然脅威じゃないね。多分製品版でだいぶ調整されたと思う。足も遅くなってるっぽいし。目は目で。ここは弾薬が大量に補充できる部屋です。全部拾ったらバックパックとおっぱいがパンパンや。谷間にダガーナイフしまってそう。あ、小細工してる。また大群が来るの？せやで。ここからは、マジで本気でかかってくるから。ゾンビたちはどうしてそこまでして、ジュディさんのシャワーを阻止したいんだ。ほーら、来るで。頼む。無事にシャワールームへたどり着いてくれ。さっきの入り口に地雷を設置したってことは、後ろからも来る？来た！早すぎ。地雷、作動しなかったんじゃない？マジかよ。ここ、走るやつも、帰るも、オールスターで来るとこやのに。しかも、前後で挟まれるのはきついよ。うわぁ、カエル、離れろ。カエル、今日はいい仕事するじゃん。ローリング、ローリング。どうや、早すぎてパンツ見えへんかったやろ。見えましたけど。いやぁ、今回衣装チェンジして正解ですよ。今回だけですからね。マキマキも。わかってるって。素晴らしい衣装が追加されたりとかせん限り、次からは健全スタイルでいきますからね。うわお、割り込みすな。これはさすがに当てられない。ほんま多いってここ。アカネちゃん、もっといろんな武器を使って殲滅しなきゃ。ハンドガンばっかりじゃ捌くの間に合わないでしょ。ああ、そんなん忙しいのにいろいろ言わんといて。せめて後ろが安全なうちに地雷セットしちゃいなよ。そしたら前方に集中できるじゃない。実はね。何ですか？急に落ち着いて。デモ版でここやってた時、ちょうど同じ状況になったから、後ろに地雷をセットしたんよ。うん、いい地雷の使い方だと思うよ。そしたら、前からゾンビたちに押し込まれて、その地雷を踏んだのはうちやったんよ。何やってんのよ。地雷もびっくりしたやろね。飼い主が不運かいなって。ああ、こんなんやったらうち、地雷系女子って言われてまうわ。自爆するタイプの地雷系女子なんだね。うん、
ハンドガンでやったったぞ。何の実績にもなりませんよ。ほっ、激戦を乗り越えてようやくシャワーが浴びられるんだね。今度こそ本当にシャワーだね。また何かしようとしてる？ここでも小細工できるらしいんやけど、気にせんとってシャワーしようか。ありないし、大丈夫、捕まっても殺されるだけや。さて、このステージは見ての通り、自分は丸腰、かつ倒されへんやつが相手なので、ひたすら逃げるしかないです。途中でバックパックを失うのはアクションゲームの定めだからね。あいつは手当たり次第に壁を破壊できるらしく、壁をぶち壊しながらこっちに近づいてくるねん。せやから壁がドカーンってなってるところを確認して、そこから離れるように逃げ回れば大丈夫。一応ここのデモ版でやってた範囲なので、ルートやオブジェクトの配置が変わってなければ一発でクリアできるはず。注意すべきは、今自分が瀕死状態ってこと。 HP がここまで削れてると、スタミナの回復が大幅に遅れるから、いつも通りのペースではダッシュできません。なので、あのデカブツとゾンビの動きを見ながら、スタミナを回復させつつ進みましょう。いいね、弱ってるジュディさんを追いかけるのが楽しそうだね。今だけ化け物の気持ちがわかるよ。ここまで来れば逃げ切れるな。オッケー、追跡のステージはここまでや。摔掉了吗？太好了，终于安全了。我得想办法。次回はここからデモ版の先のところまで進める予定です。健全スタイルでな。